ハハハハ、伊田真介、命乞いをしろ。ハハハハハ。はい、今日は5月2日発売のこのカップヌードルとカップ飯を食べていこうと思います。ヒカキンという YouTuber がこのラーメンを作ったらしいので。台本何も考えてないから、2日前に体調を崩しましてまだ体が声が喉が調子じゃないので許してくれたまえ。似てもないんですけど、こいつがミソキンというやつか。バカにはちょうどいい目くらましだ。これあれですよ、もう火薬とか粉末とか最初から全部混じってて、お湯を注ぐだけでいいっていう簡単なやつ。めっちゃ簡単ですね。はい、あ、でもこれ、あ、上にあったわ、この特製香味油、最後に入れるパターンです。そう、はい、これちょっと邪魔ですか。あ、ちょっと邪魔です。見せてあげよう、ラプターのイカズチを。怒られますソドムとゴモラを滅ぼした天の火だよ。やけどに気をつけてください。お湯が足らない。やってんぞお前。ちょっとお湯が急いじゃん。そっちじゃん。お湯が足りない。くそー、意地なら全て焼けろってやる。5分間待ってやる。そこはやっぱ律儀で3分と炒めたところなんですけど、一番美味しい状態で食べたいですか、ね、5分なんで。最近まあ調子はどうですか、息子さんは。悪いですね。それこそ2日前に雨降ったじゃないですか。はい、バイクで一人で転んだのと、タイヤがパンクしたのと、もう踏んだり蹴ったり、体調崩して、そのバイクパンクして、お家まで、いや、もう2時間ぐらい、押して帰りましたよ、風が吹くと、はい、本当に踏んだり蹴ったり、くそー、これ、気づきました、それなんですか、この光こそが、ラプターの力の根源なのだ。友達にもらって、やった中学校の時からの友達に、まあ、YouTube 5万人ね、行ってその記念でもらいました。もう今や7万人ですけど、もう10万人まで、もう少しですね。本当に皆さんのね、協力のおかげで。チャンネル登録をしたまえ。時間だ、答えを聞こう。ではいただきましょう。あ、すごいいい匂いね。味噌のすごい香りするわ。そう、量も結構多いですね。量めちゃくちゃ多いですね。食べ応えありそう。ではいただきます。ちょっと猫舌なんで、すぐに言えないんですけど、ます、いただきます。いやでも美味しい、確かに美味しい、すごい濃厚ですね。味噌はめっちゃ濃い、うん、濃厚、本当に濃厚。なんかさ、本当に店なんですか、店の感じ、はい、ありますよね。マジで本当に味噌です、うん、でこの麺も美味しいですよね。なんかこうちょっとこう太めの、うんね、太め縮れ麺、うん、そうスープと味噌と相性いいかも。はいはいはい、これ若干縮れてる方がこうスープと絡むんで好きなんですよね。これも美味しいですね。美味しいです。ヒカキンさんのさ、これ味噌だよね。まあ、ラーメン屋って言ったら大体パンダラー巻いて腕組んでる。ザって感じでちょっと素敵ですね。まあ、でもうまいですね。これ美味しい。まだ全然僕体調良くなってないんですけど、カップ麺が体に染みますね、ちょっと。いや、味噌染みますね。なんかほんのり甘い、なんか濃厚でさ。そうですね。夜中食ったら絶対うまいですね。いや、絶対うまいですね。カップ麺、そんな頻繁には、まあ、食べないんですけど、たまに食べるくらいで、本当に。だから、まあ、美味しくなかったら、バッサリ美味しい、普通ですねとか言おうと思ったんですけど、意外と、意外とうまい。意外とうまい。
え、なんかさ、下から増えてるこれ。なんか減らないっすよね。でも量すごいす、ね、ちょっと量多いっす、これ本当に。食べ応えありますもんね。めっちゃ食べ応えある。あ、これもやし入ってますよ、これ。本当だ。もやしいいですね。なかなかだってもやし入ってるカップ麺ってなくないですか。ないわ。味噌ラーメンは結構忠実に再現してる。そうですね。日清かける日かける。いや、ちょっと食べてる途中ですが、こっちも作っちゃいましょう。うん、こっちも香味油ついてますね。こっちもただもうお湯を入れるだけの状態になってますね。まあ、それ結構さ、楽だよ。いや、あれなんですよ。僕一回、あるのが、開けようとしてこう、ビャーって飛び散ったことあるんで。わいや、あるある。やっぱその火薬とか、はい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 、まあ、分かれてると、まあ、こだわりがね、見れるからすごいなんかこう、まあ、いいなと思うけど、やっぱ、ちょっとやっぱ一手間あるよね。でも本当に、今まで食った味噌カップラーメンの中で、本当上位ですよね。上位、多分トップ3に絶対入るぐらい美味しい。これもう5分間ですね。はい、スタートしました。はっはっは、5分間食べながら待ってやる。はっはっはっは。はい。はい。吉川さんは趣味ってあるんですか。趣味ですか。趣味か。やっぱファッションですかね。流行りの服は嫌いですか。まあ、嘘なんですけど。普段ジャージしか着てないです。確かにまあスポーティーな格好してるね。はい。やっぱ楽なんですよ。ジャージって一番楽ですよね。楽楽、まあ、普段がやっぱこういう格好な、普段っていうか仕事の時はこれ格好なんで、普段はできるだけ楽に過ごしたいですよね。やっぱこれメンマも美味しいですね。美味しい。全体的にクオリティ高いと思います。カップラーメンの中も、ね、高いと思います。食べてみました。味噌菌上出来じゃないか。はっ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 は。コストだった。時間だ。答えを聞こう。はい。これも食べ応えそうですね。うわ、美味しそう。ね。え、結構まだあれですか。シャバシャバですか。もうちょっとふやかした方がいいんですかね。結構シャバシャバですよ。まだ。え、そういうものなのか。ちょっとお湯の注ぎ方がちょっと悪かったかもしれないです。混ぜましょう。適当に真ん中にジャーって入れちゃったんで、開けた時に周りの上の部分が全然水分吸ってなかったので。うわ、美味しそう。味噌菌飯いただきます。あ、味は一緒ですね。でもこれなんかちょっとこっちの方がちょっとニンニク感強い気もする。あ、ちょっと分かります。米になんか風味ついてるのかな。結構美味しいですね。これ美味しいですね。麺とまた違ったなんか、まあ、基本的な一緒だけど若干多分米の方がこう口に入るスープの量が麺と比べて多いじゃないですか。だからその分やっぱこうスープのこの味っていうのが若干こう麺より強めに感じるかもしれないですね。なんか麺とはちょっと違った風味になってる気がする、はい、結構これ僕好きです。いや、うまいですね。これうまいな。時間を置いて食べた方が若干、ね、米ふっくらしてて、ね、味も吸うから。はい、麺よりもそのね、ご飯だからなんか味が吸ってる感じする。味も入ってる具材がすごいいい味出してるっていうか、キャベツ、味付けの肉、そぼろ、きくらげ、ネギ、人参が入ってます。いや、いいですね。もうそれだけで一日の栄養素足りるんじゃないですか。飲みの締めこれかもしれない。ちょっとわかります。これ締めにちょうどいいよ。いや、これマジで居酒屋であったらめっちゃ嬉しいですね。美味しい、めちゃくちゃ。米がさ、米うまいですね。スープを吸ってくれるのが、スープ楽しめるよね。後半になればなるほどうまいんですよ。まだこんなに残ってますよ、まだ。すごい食べてる。結構残ってる。下から湧いてきてんじゃない。いや、でも飯の方がうまいな。うまいね、なんか飯の方が満足感ってるぞ。はい、この2つ食べきりましたけど、はい、美味しかったですね。めっちゃうまかったですね。じゃあ味噌菌麺と味噌菌飯、星の評価もらおうかな。いいんですか。私ごときがそんな評価していいんですか。独断でちょっと上出来じゃないか。姫をよくに伏せていたまえ。はい、でまずじゃあ味噌菌のその味噌菌カップラーメン、カップラーメン、こちら味噌菌味噌濃厚星4つです。はっはっ上出来じゃないか。はい、この味噌菌飯、濃厚味噌星5つです。素晴らしい、最高のカップ飯とは思わんかね。
はい、やっぱそのまあじゃあ味噌菌の、まあ、4つの理由というか。そうですね、もちろんすごく美味しかったですよ。星5つにもしていいぐらいうまかったんですけど、まあ味噌ラーメンって美味しいの他にもいっぱいあるじゃないですか。あれと比べてすごい美味しかったんですけど、なんか麺がスープ美味しかったんですけど、麺がもうちょっとなんか多分もう個人の好みだと思うんですけど、もうちょっと麺にコシがあった方が僕は好きですね。なるほど。もちろんスープと絡んですごい美味しかったんですけど、スープやっぱ美味しかったですね。スープ美味しいです、本当に濃厚で。やっぱカップラーメンの性質はやっぱ麺はさ、そうなんです。逆にスープが本格的すぎるからこそ、もしかしたらそうですね、麺の方がもっと期待しちゃったのかもしれない、はいはいはい、スープがめちゃくちゃうまい。そうですね、麺がもう一個ちょっと欲しかったですね。でこちら味噌菌飯、味噌濃厚、これはもうもうマジでうまいっす。これ文句なしの僕の星5なんですけど、スープがめちゃくちゃ美味しいから米とマジで合うんですよ。そうですね、だからぶっちゃけって言うと、こっち食べ切った後にこっちにお米入れてもいいぐらい。確かにですね、本当にめちゃくちゃうまかった。ただこっちの方が具材が多分こっちより入ってる気がするんですよね。なんか種類、ね、気持ち入ってる気がして、こっちの方が私も細かいんですよ。細かく刻んであって、米と一緒にいろんな具材が口の中にこう一気に入ってきてくれるんで、食べてて楽しいですね、こっちの。おお、なるほど。しかもさっきも言ったと思うんですけど、後半に行くほどスープを吸ってくれてるんで、どんどんこう食べ応えが増してくるというか、あんまりこうカップ飯って食ったことないんですけど、ちょっとこれを機に他のも食べてみたいなって思っちゃうぐらい美味しかったですね。確かに、本当にさっきも言ったんですけど、店で出してもいや、バレない、絶対バレないぐらい今作りましたみたいな。酔っ払ってたら誰も分かんないです、うん、しかもめちゃくちゃ美味しい、うん、そこら辺の締めのご飯よりも美味しかった気がするんで、うん、君たちもぜひ全国のセブンイレブンに走りたまえ。どこへ行こうというのかね。